城内爆破は反省室、怪我人いるところに陣団長あり、山火事は一貫の終わり。やはりあの女性の仕業だったのか。モンド城でこんな真似をできる人はあの詩人を除いたらアリスさんしかいない。あの手紙は招待状代わりだった。つまりここにいる全員は招かれた客。はあ、彼女の中では僕たちもまだ子供なのだろう。子供扱いされるのは久しぶりだ。そんな目で見ないでくれ。最初から答えを知っていたらゲームは面白くなくなるだろう。この島はクレイにぴったりだ。それに君ともね。そうは思わないかい。夏、群島、海、小さな海上の楽園だが、旅に疲れた旅人の憩いの場にもなる。君がここで良き夏を過ごせることを願ってるよ。